Thank you.
弓道みたいな感じですねこれ。
トヨタって書いてます。かなり昔の大昔も人がいなくなったような感じですね。これー
はい、というわけでこんな感じです。でこの先行っても、まあ、ずっとねずっと同じような道が続いて、かなり先に行ったら、まあ、集落が普通の道に出るということなので、ここはもう本当になんだろうな、もうほとんどほぼ人来ないような場所です。で平成の初めの頃まで、まあ、人が住んでたっぽいですけど、もう今は全くいないというか、もうだからもう30年ぐらいはもう人はいない感じですね。で結構不法投棄というか、なんか家電製品とかが散らばってたりなんかしてます。ちょっと謎なスポットですけど、でもかなりね標高の高い場所、急な坂がねある感じで、かなり不便な感じですね、この辺は。まあ今日はこんな感じでお届けしました。かなり高いな、だいぶ上まで歩かないといけないです。というわけで頑張ります。残り YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。